パリゴリンのバレーボール男子で日本が31日のアルゼンチン戦でセットカウント3対1と解消したが、試合の流れを左右する疑惑の判定をめぐってアルゼンチンで怒りの声が殺到している。問題の場面は日本のセットカウント1対0で迎えた第2セット終盤。アルゼンチンのスパイクがアウトの判定となる。 するとアルゼンチン側は日本にワンタッチがあったとしてビデオ判定を要求。しかし判定は覆らず、日本の得点が認められた。だが、映像ではブロックに行った日本の小野寺大使の人差し指がボールに触れて動いているように見え、納得がいかないアルゼンチン側は再度確認するよう猛攻議。 するとアルゼンチン側にバレーボールでは珍しいレッドカードが出される異常事態になった。これですっかり意気消沈したアルゼンチンは、その後に日本に逆転を許して第2セットを落として試合の体制が決した。アルゼンチンではこの判定をめぐって大紛糾。アルゼンチンメディア、ヒストリアオリンピカスは、アルゼンチンにこの点が与えられなかったのは本当に異例だ。 これほどひどいことは滅多にない、と怒りをあらわにして報道。同国メディア、バルスキースポーツも、これはディフレクションによるアルゼンチンの得点となるはずだった。彼ら、審判、はそれを日本に与えたのだ。その後に抗議があり、ベンチにレッドカードが出され、追加点が1点いってしまった、と伝えた。 アルゼンチンのファンは検証映像を次々に SNS 上に投稿して、アルゼンチンのバレーボール少年たちに犯した強盗事件、スキャンダルだ、などと求断した。この判定に関しては日本のファンからも、アルゼンチンチャレンジ失敗なん。ワンタッチあったけど日本に、そのためのビデオ判定ではないの。 必死に訴えるアルゼンチンにレッドカードとかやバスギアロ今回審判初心者ばっかなん。オリンピックやで、などと敵のアルゼンチンを擁護する声が続出。今大会は柔道やバスケットボールなどで日本不利の不可解判定が続発して物議を醸しており、今回は日本有利で判定に救われた格好。とはいえ、後味の悪い勝利となってしまった。